から来てる呼ばれると3人で。本間さんだけではなく。そうそうそう。それでないと、近くの民家に飛び込んで、なこういうのないとかなんですよ。割と自慢、地元のものを使ったりとか。あ、じゃあもう地元のお宅に飛び込んで、はい、そこから衣装をお借りするなんていうこともあったっていうことなんですね。下手すると、そこにあの、実は通ってるおばあちゃんを脱がしたりね。そんなことちょっと前書きさせて。いやあ、でも地元の方のね、ものをお借りしたりするのが一番その場所の雰囲気っていうのね、その地域の。汚れ具合とかね。汚れ具合。こんな汚れてるの嫌だとかなんか言うけど、汚れてるのがいい。